ルボレアルは、コンパニデュー・ポナンが運航している、クルーズ客船。ルボレアルの船名はフランス語で北方を意味する。ルボレアル級の一番船として、2010年5月3日、イタリアのフィンカンティエリャ・アンコーナ工場で竣工した、コンパニデュー・ポナンでは初めて1万相トンを超えた、客船で、船価は2億ユーロ。外観は、ヨットクルーザー型のスマートな形状をしており、 港湾設備の整っていない入江島にも寄港するため、上陸用のテンダーボートや、ゾディアックボートへ移動しやすいよう、船尾水線部にデッキを設けている。また、客室数は132室で全てが、海側客室であり、うち125室は、ベランダ付きである。5月6日からのマルセイユ発地中海クルーズで、デビューし、夏季は、地中海や北欧、冬季は、 南米を中心に就航している。その後、同型の2番船が2011年に、竣航、3番船も建造中である。2015年11月18日、2時頃、フォークランド諸島沖の南大西洋を、サウスジョージアへ向かって航行中、エンジンルームから出荷した。救助要請に対して、イギリス空軍、イギリス海軍が、救難活動を行い、 乗員乗客347人のうち79人が2機のシーキングを含む4機のヘリコプターにより救出され、残りはイギリス海軍のリバー型哨戒艦クライドに救助された。ありがとうございます。